はい、皆さんどうもテントモです。 KOF オールスターの実況となります。先週にはなりますが、こちらのはい、サマーナイトバイス、こちらのファイターが新しく追加されました。ニューバイス、水着バイスですね。で、まあ追加されたということで狙っていきたいんですが、まあ正直ね、僕このバイスそんなに好みのビジュアルではないというかね、うん、どちらかというとそれよりも前に実装されたこのね、はい、サマーナイトマチュアの方が好きですね。うん、バイスとマチュアならマチュアの方がいい。はい、なのでまあマチュアを狙っていきたい、まだ持っていないのでてな感じなんですが、あとね、同じく時を同じくして実装されたこのね、はい、いいわね、このサマーナイト千鶴の方が全然好きですね。うん、これは紫ではないんですけど、しかももう配布でね配られたのでもらっているんですけども、まあねできることならバイスではなくこのね千鶴をピックアップしてもいいんですけど、できないんですよねこれ。ニューね、新ファイター枠あるんですけど、設けられているんですけど、紫しか選択できないみたいですね。なので、このニューのピックアップ枠は、バイス一択ということですね。はい。で、引いていくわけなんですが、今回は、ルビーはね、使いません。はい。というか、溜まっておりません。銀玉コラボでね、かなり消費してしまって、未だに溜まりきっていないので、今回はこの、ね、トークン1個、そして、かなり溜まっているガチャチケットの方で回していこうかなと思います。でね、何やら、ガチャがね、また大幅にリニューアルされたみたいで、ね、まずこの隣の、はい、マイレージスペシャル報酬っていうのが新しく追加されましたね。これが何なのかというと、また戻ってくるんですが、ここの、ね、300連回したら、このマイレージスペシャル報酬っていうのが実装された。みたいで、こういう感じにピックアップリストのファイターが手に入る。これはすごい嬉しいですね。マイレージスペシャル報酬です。現在ピックアップされているファイター、バトルカードの中から1種類を選択して獲得できますということで、この6体の中からね、選べるということで、多分引いた時点で、300連を引いた時点でピックアップリストにしているファイターを選ぶことができるのかな。うん。ということはね、まあ僕の場合は、まあ今はね、この青枠、ね、水着マチュアにしているんですけど、僕の場合はここを、このね、悲願のね、レオナにしておく方がいいってことですね。うん。はい。まあね、もうレオナはね、後日取ろうと思っているんですよ。この、今回のガチャチケット、どう引き終わったら取ろうとしています。何で取ろうかというと、例のブツです。はい。で、2周年記念でいただいたあの例のブツで、このレオナは召喚しようと思っております。はい。まあ、とりあえず、どっちでもね、もう正面でピックアップしてようがしてないが、レオナはね、来ないので、はい。まあ、一応新しめのね、水着マチュアの方にピックアップはしている感じです。で、まあ、300連ね、行く、直前にはね、このね、レオナに変えた方がいいという感じですね。マイレージスペシャル報酬をうまくね、利用していくには。はい。まあ一応マチュアで今回も行こうと思います。まあトークン1回しかね、使わないので、まあどっちでもね、変わらずといった感じです。では、あとね、そう。今回引いていくこのガチャチケットも大幅にリニューアルされたんですよね。はい。ね、こちらの KOFAS ファイターガチャチケット、こちらなんですが、ね、これ、使用を押すと、はい、こういう風に、ね、100ってね、今、たまりにたまって277枚あるんですけども、いきなりね、100連回すことができるんですよね。うん。で、これを100連やったとすると、いわゆる、ファイター登場画面がすべてすっ飛ばされて、もう結果画面になるんですよ。うん。とてもね、まあ言ったら味気のないね。しかも新しく手に入ったファイターも登場画面がすっ飛ばされるので、セリフが聞けなかったりね。なのでね、
もう登場するシーンとかどうでもよくて、もう本当に最速で引きたい、手に入れたいという方は、このね、一気に100連とかね、引いていくのがいいと思うんですが、まあ基本的にはガチャって、やっぱり登場するシーンを見たいっていうのがあるので、ね、特に新しいファイターを手にする時とかね。うん、なので、そういう場合は、ここをね、少なくして、いわゆる、今までのね、最高10連。10連以下にすれば、いつもの、登場するシーンが見れる、ということみたいです。はい。なので、まあ、今回も僕はね、一気に100連は、まあ、本当に一瞬で終わっちゃうので、はい。なので、一応ね、10連ずつ引いて、まあ、登場するシーンを見ていこうかなと思います。なのでね、しっかり登場するシーンを見たいという方は、いざね、このガチャチケットを引く際は、気をつけましょう。というね、まあ、注意喚起でございます。では、どうしようかな。先にガチャチケットから引いていこうか。ね。はい、トークンが1個あったので、こちらで、まあ、90連引いていきましょうか。はい。合わせて100連引いていきます。はい。で、一応、ね、確認という意味で、ね、しっかりサマーバカンス、サマーナイトバイス、入っておりますね。まあ、紫枠は 3% で、おのおの 0.09% といった仕様です。で、まあ、今回もね、この、レオナをね、狙っていきたいところなんですが、まあ、正直ね、もうね、手に入ることは確定しているので、ね、2周年記念の、例の物ね。まあ、セレチケね。なので、まあ、レオナよりも、セレクトチケットに入っていない、この、サマーナイトマチュアの方が、このガチャチケットできてくれたら嬉しいかな、といった感じです。はい。まあね、レオナ来てくれてももちろんいいんですけど、いいんですよ。はい。では、早速というかね、いい加減引いていきましょうか。こちら、ね、危ない危ない。とりあえず、いつもの10連で、90連引いていこうと思います。ではお願いします。いきます。はい、初手、10連。どうかな？よし、黄色スタート。はい。さあ、ね、中身もリニューアルしているのか。お、赤になった。ということは、来るか。ああ、まあね。はい。1連目、なんでしょう。もっと頑張って、新たな希望になる。ですね、おお、やった。バレンタイン・ディーバ・メイ、ゲットでございます。いや、嬉しい。これは、メモリ、ありがたいです。非常によく使っているファイターなので。いや、これはね、本当にいいですね。はい。ゲットでございました。いや、これは良かったな。お、レオナ。はい、デルン。チョエス・ユリちゃん。お、いい感じのキャラが続いております。で、ユリちゃん。で、ちゃん後半。ダイボンゴロウ。ちゃん後半。チョイボンゲ。チョイボンゲ連続。といった感じで。ね。上の5体。なかなか良かった。ね、割と好きなキャラが続いて、下がね、うん、といった感じですね。はい。ということで、はい。20連目、行きましょう。ああ、ここでも、もう一回。なるほど、選択し直さないといけないのか。これはちょっとめんどくさいですね。10連連発できないのか。はい。では、20連目行きます。いやー、このシーンはちょっと厄介ですね。では始めます。青スタート。さて、はい、来てください。あー、まあ、ここも青かで、黄色になって、そして、うん、そうだよね。はい、では見ていきます。はい、ちょいボンゲ、ほんまはよう来るな。アサミアテナ、知らぬいまい、シーケンス、草薙今日連続、ロバート・ガルシア、ジョー・東、ラルフ・ジョーンズ、チンゲンサイということで、まあ爆死ですね。はい。
では30連目いきます。これ厄介ですね。毎回戻さないといけないのはちょっとやめてほしい。はい、ではいきます。30連目。ほい、おっと、チャレンジしてみましょう。青スタートが続いております。お、でもここ黄色、うん、変わらない。さあ変わってほしい。あ、変わらないね。うん、続いておりますね。爆死か。まあ見ていきます。テリー連続、知らぬ今井、両坂崎、草薙京、アンディ・ボガード、ロバート・ガルシア、チョイ・ボンゲ、ラルフ・ジョーンズ、クラブ・スティルといった感じで続いてしまいましたね。うん、悪いな悪いな、流れが。はい、では次が40連目レッツゴー。ほいちょっと青スタートが続いております。いかんですね。はい、黄色、ここで変わっていいんですよ。お、変わった。よしよし、紫お願い。お、来た。青スタートの時ってね、紫になりやすいんですよね。うん、最終的によくも全員ぶちのめしてやる。こっちだぜ。お、やった、ネスツスタイル今日初ゲットでございます。やった。もうちょっとね、古くはなってきておりますが、これはあれですよね、あの1周年の時の目玉商品でしたね。あの時僕はね、まあルビーがね、あまりなかったのでこっちには使わなかったんですけど、もう今になって手に入れることができました。嬉しい、やりました、紫ゲットでございます。はい、で知らぬ今井、チョイボンゲ、キムカファン、ラルフ・ジョーンズ、キムカファン、連続、草薙京、ラバート・ガルシア、フラッグ・スティル。はい、といった感じでネスツスタイル京を手に入れることができました。なんかね、あの青スタートの時ってあの赤来にくい、なかなか来ないんですけど、来た時はなんか紫が出やすいというかね、そういうジンクスが僕はあります。はい、特に無料ガチャでね、毎日の無料ガチャでそれをね、成し遂げております。はい、まあ、最低限はもう達成しましたね、紫来たので。はい、では50連目いきましょう。はい、はい、いきます。はい、まあ、黄色スタートは安定ですね、来やすいはず。うん、変わらない。どうかな。うん、変わらないね。はい、はい、知らぬ今井、ロバート・ガルシア、シーケンス、矢上伊織、キム・カファン、草薙京、ユリ・チャン、チャン・コウハン、ダイモン・ゴロウ、クラクスティル。はい、ね、まあ紫来たので次はこんな感じでございました。では60連目いきましょう。ほい、これをね、毎回やるのがね、大変。ではいきます。はい、この感じはまさか、まあ、黄色スタートはいいでしょう。お、来た、確定、赤確定なんだろうね。紫もう一回来てほしいお願いします。やった、お、ちょっとこれ神引き来ました。興味深い力だ、少しだけ試してみよう。カモン、カモン。なるほど、ダブルレプリカンゲットでございます。いや、このギース、ファイターメモリー、まだだったかな、もしかして。だとすると嬉しい。非常に嬉しい。ギース大好き。なので、いや、これありがたい。ね、紫連続ですよ。次も紫。いや、今日は引きがいいですね。いや、ガチャリニューアル記念、100連。いや、やってよかったです。はい、では次、ね、持っていないファイター来てくれたら嬉しいな。では行きましょうか。ほい、俺はまだ腹あいつか。どうだ。はいね、プリティちゃんゲットでございます。この子はねこの子、ね、もう
メモリーもね、手に入っているので、まあそんなにね、嬉しさはあまりないかな。そんなに使ってもいないですしね。まあまあ、でも紫ということで、ありがとうございます。はい。はい、クラックスティル。両坂崎。上東。拓磨坂崎。二階堂ベニマル。クラックスティル。連続。チンゲンサイフィニッシュ。いや、まあね、神引きではございました。が、まあ、チャンはさておき、ギースは嬉しい。はい。では、次が70連目かな。はい。では、70連目いきましょう。ほい。ではいきます。おい、青スタートでも侮れない、来るかもしれない、行きましょう。ここが青だと厳しいかな、どうかな。はいね、厳しかったですね。おい、大知らぬ今井、大門五郎、ビリーカーン、矢上よりキムカフさん、リカードベニマル、連続、連続、連続、4連続、すごいな。ラルフ・ジョーンズ、はい、ベニマル4連続はすごいですね。はい、2ペア2ペアでございました。では80連目いきましょう。はい、いきます。はい。さあ、チャレンジしてみましょう。青スタートね。ここは黄色変わらず、はい、うん、さて何かな。ロバート・ガルシア、上東、連続、両坂崎、イカド・ベニマル、ヘビー D、 初ヘビー D ね、本日初です。上東、チンゲンサイ、チャンコーハウ、チョイボンゲということで、まあ、初ヘビー D ぐらいでしたね。はい、ではガチャチケ最後の90連目いきましょうかね。はい、いきます。はい、青スタート多いな。まあいいでしょう。まあもうすでにね、紫3体来ているので、まあ、当たりでございます。今日はおお、青、おー青じゃねえ、赤来た。やった。何かな？うん。はい。何でしょう？道に迷ったのか？俺の手をつかめ。グレイト！グレイト！テリー・ボガード、ゲット！まあ、このテリーは、そういえばまだメモリー持っていなかったかも。いや、嬉しい。テリー好きなので嬉しいです。はい。ありがとうございます。そりゃそりゃ、トマト・ガルシア、シーケンス、クラック・スティル、ユリちゃん、ロバート・ガルシア、ヘビー・ディー、またしても、はい、ブライアン・バトラー、キム・カフファン、タクマ・坂崎フィニッシュ、ブライアン・バトラーも初めてでしたね。はい、ということで90連終わりました。はい、まあ、今回紫3体来たので、ガチャチケは当たりの引きでしたね。では最後ね、トークン1個使って終わろうと思います。はい、ではね、こちらのね、トークンを使って、はい、まあ、ね、シンファイターバイス、というかむしろね、マチア、水着マチア来てほしいな。はい、まあ、レオナでもいいんですよ。レオナも。はい、お願いします。では、行きます。100連目。本日100連目でございます。青か。チャレンジしてみましょう。うん。はい。おー、ヒーローではありますが、変わらない。さあ、どうでしょう。はい。ね。ガチャチケの方が良かった。かもね。両坂崎。リボガード。リカド・ベニマル。ロバート・ガルシア。チンゲンサイ。チョイボンゲ。ユリちゃん。チョイボンゲ。テリー。チョイボンゲ多いな。はい。はい、ということで100連終了でございます。まあトークンダメでしたねガチャチケと対して変わらずということで、まあ今日の収穫はネスツスタイル強、そしてあとはね、ギースプリティちゃんでしたね。まあネスツスタイル強がシンファイターとしてゲットできたので嬉しいです。
とギースね、はい、ということで、まあね、バイスもマチアもレオナも来ず、レオナに至ってはもう何百連だ、700連ぐらいかな、はい、もういよいよねセレクトチケットの方で取っていきます。次回こうご期待ということで、はい、今回の動画は以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジークジオン。